こんにちは、コーチングアーツです。これは沈黙の臓器というように潜在化していることであります。内臓力、うん、また内臓というと、こう医学の世界でいうと内科ですよね、うん、内科外科がどうこう、整形外科がどうこうというその科に分けたことの是非論を問うわけじゃないんですけど、スポーツ整形ってスポーツ外科って随分骨格筋にまつわるリハビリテーション含めた怪我からの回復含めて随分、進歩発展多く扱われてきてます。その割にスポーツ内科っていう視点はまだまだ少ない現状があると思うんです。スポーツ内科、うん、最近内科ドクターがねそういう動きを作ってきてるっていうのも見てはいますけども、まだまだこう動きとすると下火なもんですから、もっと内臓の力っていうのが出てくる、扱われる、議論される、研究される時代が巡り巡ってきてると思われています。旧来は、もちろんタイヘルアナトミアじゃないですけどね、解剖をするようになってからそれが内臓が明らかになってきたんではあるんですけど、東洋医学においては五臓六腑という形で従前に内臓の状態を外からまた視診触診動診ですよねいう中で外から内側をこう刺していこうというのは当然東洋医学の中心でしたよね。それを本道という、書きますと本道って内科学なんですよね。そして厳然として存在していた外科が後でしたから、ね、こんなプロセスから、まあ、過去のことを言うと東洋医学においてはもう最初は臓器ありきから始まってたわけですよ。それがメカニクス論やバイオメカニクス含めたメカニクス論解剖をきっかけとしてそちらにいわゆる体を分化していく作業、機能分化していく作業に移り変わり、本道からどちらかというと外科の方が中心になっていくような医学の進歩を示してますよね。もちろんそれはそれで大きな社会的貢献、人類の繁栄に役立ってるとは思いますが、あまりにもそれは対比議論なんですね。そちらに過度に傾いているということからの卒業、改めてもう一度現代的な近代的な視点で内臓力っていうのを取り出して運用する、介入する時代が来たんじゃないかというふうに思ってます。いろんな解釈論があります。あえて丹としたのはこれは丹田、こう丹田、呼吸の丹田ってありますね、うん、そんなことも結局呼吸から来る口角膜によって影響される消化器、いわゆる胃腸の問題、そこがどれほど人間の活動性の本源となっているかということなわけです。だから丹という言葉だし、うん、それは東洋思想ですよね。あえて我々の世界、陸芸、これは儒教の言葉ですけど、東洋思想を基盤にものを見ていこうということにおいては丹の世界は陰陽論というと陰になります。じゃあ太平記っていうのは陰に対して陽になります。そう、あくまで日陰と日向と日陰、うん、上と下、右と左、前後または内と外という形で全ては一極性ではなくいろんな局面を持って、少なくとも二局面以上を持ってことがなされている、現象が成立しているっていう見方が東洋史の一つの陰陽五行、易の中心ですよね、うん、それを適用してじゃあ人体に見た場合、一番大きく見た場合は体液系と内臓系に分けられますよ、うん、これは解釈の根本です。陰陽論ですよね、物の陰陽論で、陰の部分、内臓力を象徴するのは何かというと、内臓力というと基本は食と性です。食と性、じゃあ生き様において、生物における生き様において食と性を唯一の拠り所として、その現象で成立が成り立って成立して成り立ってますのが植物ですよね、うん、そこにじゃあ自分の目指すその餌ですよね、餌に待ってるんじゃなくて、植物はその場で定住してます、待ってます、
じゃなくて動いて餌に向かう、または危険に対して察知したら逃げるというようなことを動きとして可能にするために、植物から初めて動物ということが現れたんですね。植物に対して動物だからこその運動器なわけです。体液なわけです。脊髄神経なわけですね。運動神経なわけです。少なくともこの対極で分けてみたい。我々の中に宿る植物的な性と食の機能性、じゃあそれを運ぶしぐるところの脳神経、骨格筋というバランスの中で、なんとなくいろいろ重複していろんな、側面から話しますけど、あまりにも体液系に注目しすぎたんで、もっとこっち、しかもそれがね、外的直接的にね、こう腹を割って指入れてこう内臓をひねるというわけじゃないんですけど、それは介入方法とすると間接的と言えるかもしれませんが、大いにこの内臓力の状態が変わるということがよくよく分かった上でのサジェッションです。しかもこのバランス感覚ね、イーブンと思いきや違うんですよ。この場どう言ってもいいと思うんですけど、我々の感じで言うと、じゃあ生きるということを考えた場合、今日も我々の YouTube ご視聴いただきありがとうございます。またお会いしましょう。